東102号は、青森県弘前市から、十和田市に至る、一般国道である。青森県津軽地方の中心都市である、弘前市から十和田湖を経由して、南部地方内陸部の十和田市に至る、一般国道の路線である。主な通過地は、黒井市と日向川市の東部で、大宇山脈越えの区間は、十和田道とも呼ばれる、山岳道路で、津軽側の黒四線橋、十和田湖北岸、 南部側の老いら瀬、戸和田高温泉橋を経由する。原道に並行するバイパス道路があり、戸和田市内で老いら瀬バイパスがある。歴史的には、1953年に最初の国道指定を受けているが、現在の路線は2級国道102号広崎戸和田線を前身としており、1965年に一般国道102号になった。起点で国道7号、 終点側で国道4号と国道45号と連絡し、途中の黒石市内で高速自動車国道である東北自動車道とは黒井インターチェンジで接続しており、高速道路や主要幹線国道と連絡を担う重要な幹線道路になっている。起点の広崎市国道7号交点から黒石インターチェンジまでは2車線から4車線に拡幅され、広崎黒井 IC 連絡道路として、 地域高規格道路に指定されている。戸和田市を沢口付近を入らせ経由一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道指定当初は、八の平主から現在の国道45号により、上北軍三本議長に至り、道庁から広崎市まではおおむね現在と同等の経路をたどる、ものであった。1963年に、 八戸市から、とわだ市の区間が一級国道45号への昇格に伴い、残余区間である、とわだ市から、広崎市の区間は、奇襲点を交換し、新たに二級国道102号広崎とわだ線として指定された。広崎黒い IC 連絡道路広崎、黒い IC 連絡道路は、広崎市の起点から、黒石市の東北自動車道黒石 インターチェンジに至る延長 11km のバイパス道路の総称である。1994年に地域高規格道路交互路線への指定を受け、全線が4車線に整備された。全線が調査区間に指定されたのは1995年8月23日で、あるが整備区間に指定された時期の違いから、広崎市から南津軽郡尾野江町の起点側3.6。 キロメートルは、広崎小野江道路として、道庁から黒井市の終点側7.4キロメートルは、小野江国籍道路としてそれぞれ整備された。バイパス道路としてはに、東北自動車道黒井市インターチェンジの開通に、合わせて、広崎市から黒井市にかけて1986年開通した黒井バイパスを禁言としている。当時は、全線が暫定2車線での共用であったが、 広崎尾野江道路は1996年8月20日に、整備区間に指定されて1997年度から、尾野江国籍道路は1998年12月18日に、整備区間に指定されて1999年度から、地域高規格道路として4から6車線化に向けた事業をそれぞれ開始し、広崎尾野江道路は2000年4月に完成し、尾野江国籍道路も工事を進め、 最後に残された 2.4km 区間が2004年11月5日に共用を開始したことで全線が4から6車線として完成した。総編バイパス総編バイパスは、戸ア出の焼山から総編及び青船山を経由して、根の口に至るバイパス道路の総称である、国道102号及び国道103号にまたがって3区間からなり、2009年現在は、 1> 第1期の奥入瀬バイパスが強用中、第2期の青舟山バイパスが計画中、第3期の焼山から総編は、名称が決定されていない。本校では総編バイパスの概要と奥入瀬バイパスについて述べる。青舟山バイパスは、国道103号バイパスを参照のこと。本バイパスが建設された背景として、現動に沿って流下する奥入瀬渓流とその周辺は、 ト和田八幡大国立公園に指定されており、行楽シーズンになると多くの観光客が主に自動車で足を運び、都市間を結ぶ幹線道路であることから通過交通も入り乱れ、観光地として駐車場が少ないことから自動車が溢れて渋滞を引き起こしていた。また、おいらせ川に沿って設けられた歩道は何度か道路を横断せねばならず、安全性に対しても疑問視されていた。さらに、 その中でも、おいらせ渓流は、厳格に保護を図る特別保護地区に指定されているが、日本全国に30ある国立公園のうち、特別保護地区の革新を国道が通過することは、唯一かつ得意な事例として、排気ガスによる自然への影響を問題視してきた。また、沿線では、倒木や土砂災害が頻発しており、大退路としての役割を担うこととした、おいらせバイパス。 オイラセバイパスは、と和田市大和ざおくせ総編から、道志大和ざおくせ青ぶな山に至る延長 7.7km のバイパス道路である、1997年に共用を開始した、オイラセ経流エコツーリズムプロジェクト、編集通行止め新商社使用車両以外は、乗り入れ自粛のこと、迂回路側はバス、大型、普通貨物通行止め、冬季閉鎖区間、 編集次の区間で冬季閉鎖を実施、時期は2011年から2012年実績による。八甲田山から、おいら瀬渓流を経て、とわだ湖を行くとわだ八幡体国立公園の中に、道路が通る。日本全国で、昭和初期から推進された、下水統制事業と関係のある地を通過する、虹の湖を形成する浅瀬石川ダムやカルデラ湖の、とわだ湖である。瀬石川ダムは、 かつて同事業により日本で初めて着工された沖浦ダムをさらに水没させたダムである。と和田こも同事業によって三本木原をはじめとした開拓地への考えや電源開発を目的とした開発が計画されていた。広崎黒谷市連絡道路に関するカテゴリーありがとうございます。